エリザベス・モンゴメリーはアメリカの映画、テレビ番組で活躍した女優。アメリカ三大テレビネットワークの一つである ABC で放映された奥様は魔女ビウィッチとの主役の魔女サマンサを演じたことで広く知られる。カリフォルニア州ロサンゼルスに俳優ロバート・モンゴメリーとエリザベス・ブライアン・アレンの間に生まれる。彼女が生まれる前に亡くなった姉と1936年に 生まれた弟がいる。生涯4度の結婚を経験している。1954年21歳の時、父親の番組の舞台マネージャーだったフレッドキャンマンと最初の結婚。しかし、ハリウッド進出を望むエリザベスとの考え方の相違から1年後には離婚。1956年23歳で当時42歳の ギグ・ヤングと結婚するが、ヤングのアルコール依存症で、結婚生活は破綻。1963年から10年間は、映画監督で、奥様は、魔女のプロデューサーであるウィリアム・アッシャーと結婚生活を送り、アッシャーとの間に3人の子供を設ける。この関係は、アッシャーの不倫によって、終わりを告げ1974年に離婚。2年間、リチャード・マイケルズと同棲の後、 1993年に俳優ロバート・フォックスワースと結婚し、修正添い遂げた。1995年5月18日、大腸がんにより62歳で死去。当時、フォックスワースの手術の世話に多忙の日々で病気の兆候を無視していたため、医師に受診した時にはすでに末期の状態で、診断からわずか8週間後のことだった。 エリザベスは回復の見込みがないことを告知されると、病院での死を望まず、フォックスワースと過ごしたビバリーヒルズの自宅に戻り、そこで家族が見守る中、死を迎えた。実生活では喫煙者だった。エリザベス・モンゴメリー1955年に、父の出演する、テレビ番組、ロバート・モンゴメリー・プレゼンツ・ロバート・モンゴメリー・プレゼンツと映画、軍法会議でデビューを果たす。 1964年から1972年にわたって放映された出世作で唯一のテレビシリーズとなった奥様は魔女は大成功を収めた。シーズン8まで続いたこの作品は数々の再放送配信がなさる現在でも世界中で広く知られる作品となっておりまた後にニコール・キッドマンがサマン・サヤクを演じて奥様は魔女として 映画リメイクされている。エリザベスはサマンサ役で5度エミー賞を受賞、ゴールデングローブ賞にも4度ノミネートされた。人気番組となった一方で、エリザベス自身、シーズン4を終えたあたりでサマンサ役に飽きていたと告白している。番組が終了した後は、サマンサの有名な花を動かす仕草は、頼まれてもやりたがらなかったという。 その後はイメージを払拭させるような役柄に積極的に取り組み、私は犯された、エレイン夫人の裁判中の犠牲者役でエミー賞にノミネートされ、女子刑衆の秘密では実在の殺人者である、リジー・ボーデンを演じ、ミニシリーズ、開拓者たちでは困難に直面した1820年代、オハイオの強い女性の役割を選ぶなど、エリザベスの俳優としてのご反省は、 女優としてのキャリアを積む役を演じている。女死刑囚の秘密エリザベスとキャサリン・ヘルモンド1985年の映画エーモスの看護婦役として残忍な悪役も演じている。1995年9月12日放映のアニメーション版バットマンの1エピソードショーダウンで特別ゲストとしてバーの女給役を演じたのが最後の仕事であった。 その他に、いくつかのナレーターをこなしている。1979年と1982年に、日本のロッテ CM に、サマンサー役で、出演。1982年の同 CM では、和服姿で出演している。ありがとうございます。